まずは不精製水でベチャベチャに濡らします。一人で撮影なので大変です。窓の内側はこの精製水で磨くととっても綺麗になるそうなので、これは YouTube で見ました。私が発案したものではございません。端から端まで綺麗に拭きます。で、この後にじゃーん、もう一個作ったから拭き用です。ダイソーのヘラにダイソーで3枚入りで買った雑巾をゴムで留めて作りました。これも YouTube のパクリです。パクリ大好き。で、このようにから拭きをします。するとガラスクリーナーでするよりもピカピカになるそうです。皆さんもお試しあれ。